ホーム曲がり金駅は福岡県田川郡河原町大和中津原にある平成築法鉄道田川線の駅である。駅番号は HC17。当駅の約500メートル西側にある福岡県立田川高等学校がネーミングライツを取得し、2009年4月1日より愛称付きの駅名が田川高校前曲がり金駅となっている。地上駅であり、 相対式ホーム2面2線を有する列車行き違い可能な無人駅で駅舎がある。駅舎には以前ラーメン店が入っていたが、現在は美容院 G が入居している。上りと下りのホームは校内踏切で結ばれている。車椅子は、上りホームは田川高校方向へは出入り可能であるが、下りホームには段差があるため利用は難しい。当駅では、 開業時から平成築法鉄道転換前の1989年まで貨物営業を行っていた。また、1976年から1989年まで日本セメントの専用線が接続していた。日本セメントの河原工場は河原駅近くで1935年6月に創業を開始し河原駅につながる専用線を保有していた。 河原工場の生産量増強による新しい船積み基地が神田港に新設されると1976年12月に日本セメント専用線が東駅側にも付設され、セメント輸送が神田港駅との間で開始された。工場と東駅を結ぶ専用線は総延長 3.0km で、そのうち 2.3km は東駅と国鉄の旧。 夏吉駅を結ぶ田川線の貨物支線を転用した。旧夏吉駅は4本の線路を持つヤードとなり、このヤードから当駅までは、デジュー系ディーゼル機関車、工場までは、日本セメントの私有機が、貨物列車を牽引していた。この日本セメント専用線は、河原駅の専用線が廃止された後も使用され、続けたが、JR 田川線の平成築法鉄道転換が、 行われる直前の1989年7月9日限りで廃止された。廃止時点では、セメント輸送列車は東駅と神田港駅の間で1日、3往復20両の貨車を牽引する形態で運転されていた。添田線があった頃は、東駅と国鉄上田駅とが近く乗り換え客もいたという、ありがとうございます。